Like, yeah, she does. So Jordan comes here every day. オックスフォード旅2日目ということで、前回の動画ではコッツウォルズをご紹介したんですけれども、今回はオックスフォードです。オックスフォードの街はですね、すごく伝統的な街並みが残っていて、街を歩いててもすごい楽しい感じです。 So this is the original Bodleian. Yeah, our library. Yeah, this is like the actual oldest one.Oldest library in the UK? Europe. In Europe? Yeah. Oh, wow. これ建物が全部こういう昔の建造物が残っているので、ワクワクする街並みです。オックスフォード大学の建物とかが街中にたくさんあって、オックスフォード大学を中心に学生の街っていう感じです。で、まずはお昼ご飯をですね、この屋内マーケットで食べようという話になったので、マーケットに来ています。なんかね、いろんなお店があって、雑貨屋さんとかプラントショップとかもあれば、いろんな種類のレストランがありました。私たちはここの中華料理を食べることにしました。結構中国人の人たちに人気のお店っていうことで、この日も中国系の人が並んでいました。で、私はルーローファンとピーターが焼きそばと餃子を購入しました。今回私がオックスフォードで一番行きたかったのが、オックスフォード大学のクライストチャーチっていうところなんですけれども、ハリーポッターのホグワーツの大広間の、元になったところっていうふうに言われていて、ハリーポッター好きとしてはですね、ずっと行きたいと思っていたところでした。Proper touristsここがホグワーツの広間の元になったところですね。なんか大学の
寮に宿泊をするとここで朝食を食べれるみたいなので、いつかね泊まってみたいなというふうにも思っています。She was alone. Your hand was there. Ow. No, it's so gangster. Wait, yeah, French people ask me because I read something somewhere about it.結構それ以外にも建物のいろんな部分が歴史的なものなので、オーディオガイドを入り口でもらえるんですけれども、ここでこういうことがありましたとか、ロイヤルファミリーとの関係性とか、そういうのが案内で聞けます。ここもホグワーツの廊下っぽい感じのところです。友達おすすめのホットチョコレート屋さんなんですけれども、自分でカカオの濃度が選べて 28% から 100% かな、選べて、まあいろいろ甘さとか風味とかが選べて、いろんな種類のホットチョコレートがあるお店です。私は 65% ぐらいだったかな、の普通の甘いホットチョコレートを頼みました。ショッピングモールにちょっと寄ろうっていう風になって、このショッピングモールに来ています。ブリストルユニクロがないんですけれど、オックスフォードにユニクロがあるということで、まあ、特に欲しいものは別に何もなかったんですけど、ユニクロで何かいいものがあるかなというふうに見に来ました。